パーマンは、藤子、F、藤尾による日本の漫画及びテレビアニメと作中で、主人公達が変身するヒーローの名称である。さえない、小学生、須波オ夫トがある日、宇宙人からもらった、パーマンセットを装着すると、怪力や空を飛ぶ能力などを授かり、その力を活かして、正義のヒーローになるという物語である。超人であるという秘密を持つ少年の葛藤 その矛盾に立ち向かう強さ、本当の正義とは何かを、独特の藤子ギャグで描く、藤子 F の代表作の一つ。1966年から2年間、1983年から3年間の二度に、渡り連載され、それぞれテレビアニメ化もされた。初期の、第一作は、ギャグ作品であるが、お化けの旧太郎以前に得意としていた、シリアスタッチな展開も見られる。 悪役は単なる泥棒から特殊な攻撃でパーマンを倒すものまでバリエーションに飛んでいる。テレビ2作目の放送に合わせて再連載された新シリーズはヒーローゼンとした内容が薄まりパーマンの能力を生かしつつ各キャラクターに焦点を合わせたエピソードに重点が置かれた。また2003.2004年にも劇場映画化された。 しかし、三度にわたるアニメ化の機会に恵まれたにも、かかわらず、原作最終回の、三つ夫が、スーパー性に旅立つ内容が完結エピソードとして、描かれたことがない。厳密にはその内容を補完にした回はあるが、口述のように新たなコピーロボットに身代わりさせる、形で三つ夫自身は地球に引き返している。それぞれの時代背景に合わせ、 登場する、有名人のパロディも異なっている。例えば、有名人にコピーロボットの花をさせて、子供たちの前へコピーを有名人として連れていく、という話があったが、この際一作目に登場したのが、巨神軍の玉選手、プロレスラー、ジャイアントカバなどであったものが、二作目では同様の、設定が、シャイアンツの原田選手などに変わっている。原作者の藤子、F。 藤尾曰く、普通の小学生の男の子がマスクをかぶって、パワーアップするという設定は、藤子藤尾あの漫画作品、我が名は、X 君や、マスクの X 君が下地になっているという。また、パーマンのマスクの唾の跳ね返りは、幼児の上唇を模したものだという。このマスクの形状が、子供たちに幅広く受け入れられた要素だと、作者は分析している。 パーマン自体は、藤子 F 作品とされているが、藤子藤尾アが、自身のエッセイのタイトルとしても使用しているほか、忍者ハットリくんとパーマンが共演した映画の原作を、藤子アが発表している。また、藤子藤尾率いる草野球のチーム名は、パーマンズだった。パーマン5号の存在の有無や、飛行速度の設定をはじめ、旧作と新作の間にはいくつもの設定の差異が、 存在する。また、同じ旧作、新作の間でも、権利や倫理の変化が原因で、後年の単行本では、設定が変更された例がある。スハミツオットにパーマンセットを渡した宇宙人は、旧作では、スーパーマンと呼ばれていたが、スーパーマンの著作権、商標権に触れるため、新作連載時に、バードマンと改名された。パーマンの名は、犯人前で、 数がないスーパーマンという意味合いでの命名であるが、この変更のため、つながりが消えてしまっている。また、パーマンであることが仲間以外に知られた場合は、旧作では、秘密を守るため、脳細胞破壊銃で、パーにされるという設定だったが、新作では、社会通念に配慮し、細胞変換銃で動物に変えられてしまう、という設定に変更された。他にも、 1> 第1話で三つ夫が、スーパーマンに対して言った、おじさんは、精神病院から脱走してきたんだねというセリフは、審判では、映画の宣伝も大変だねまたは、おじさんは僕をからかってるんだねに変更されている。そして小学館の単行本の1995年以降の版では、それまで収録されていた一食い人種が登場する、怪獣探しと、 毒矢を用いて人を発狂させる犯罪者が登場する狂わせ矢の2本が削除された。2003年に小学館から刊行された新装版単行本では、旧設定のセリフは新設定に変更されたほか、くるくるパーなどの不穏当な表現もほとんど変更されており、一部内容を理解に差し支える点も発生している。一方、2009年より刊行された、 藤子 F、藤代大前週では、旧作における、スーパーマンの表記や、時速91キロなどの旧設定が復活し、怪獣探しと、狂わせ屋の2本も再び収録されたものの、脳細胞破壊獣でくるくるパーにされる設定は、復活しなかった。なお、2016年刊行の新装版単行本は、藤子 F、藤代大前週の版を用いているが、 旧設定のセリフの一部を新設定に改めている。なお、パーマンの連載が最も早く始まった小学3年生、小学4年生の第1話では、パーマンやバードマンのマスクは現在とは大幅に異なるデザインであった。現在のデザインになるのは第2話以降である。作者曰く、このデザインはスーパーヒーローものに近い感じで親しみにくかったので変えたとのこと。 また、設定も一部異なっており、装備は、マスクとマントのみでバッジはなく、マスクをかぶった、際の力も6584倍であった。さらに、小学3年生版では、コピーロボットの名称が、そっくりロボット、正体がバレた場合のペナルティが、死、といった際もあった。現在絶版のもの現在入手可能なものある日、スハミツオットの前に、超人、 スーパーマンが現れ、マスクとマント、バッジを渡される。このセットを身につけることによって、犯人前のパーマンとしての力が発揮できるのである。三つは、同様に超人から、マスクやマントを受け取った者たちとパーマンチームを組み、超人的な力を発揮して、悪者を懲らしめ、あるいは事故や災害に立ち向かう。出動中は、自分そっくりに変身できる。 コピーロボットに身代わりを任せておけるが、正体は、絶対に知られてはならず、知られたことが発覚した場合は、秘密を守るため記憶を消され、廃人にされると今められる。各して5人のパーマンによる活躍が始まった。藤子 F、藤尾ミュージアム発着バスに使用されているパーマンの、イラストこれまでにテレビシリーズが2作、映画は5本制作された。声優は、 パーマン1号役の三輪の勝恵と、パーマン2号役の大竹博士の二人が、第一作から、平成の劇場版シリーズまで一貫して、演じ続けているのも特徴である。第一作でカバオットを演じた、肝付金田は、第二作以降はパーヤンを演じている。アニメ制作も共通して関わるスタッフが多い。パーマンの道具としては、マスク、マント、バッジ、 コピーロボットの4種が与えられている。マスクマントバッジの3種については、マスクの中にマントとバッジを入れて丸めることで、耳の穴に入るぐらい、小さくなるため、容易に収納が可能となっている。1967年4月2日から1968年4月14日、日曜19時30分20時に、TBS 系列で放送、全54回。 モノクロ作品。藤子の実感枠で放送された藤子一社提供番組。おそ松くんのテレビアニメ制作で力をつけ始めたスタジオゼロが初めて藤子藤尾アニメに参加。東京ムービーと交代で制作した。30分枠の A パートと B パートにわたり伏線が張られることもあり、またギャグ作品でありながらヒーローゼンとしたスリリングな展開もあった。 本作の放映より一足早く、前週に放送された前、番組、お化けの九太郎の第83話、九ちゃんパーマン大活躍の牧には、パーマン1号が宣伝として客演している。当初、制作側ではカラーでの制作を望んでいたが、スポンサー側の資金面での了承を得られなかった。また、マントの裾が、原作や後のカラー版より、若干長く描かれている。 最終回の A パート、パーコという名の女の子の巻では、原作漫画に先駆けて、初めて、パーマン3号の正体が明かされた。最終回 B パートは、原作、パーマンは辛いよを元にした、パーマンよ、いつまで、物巻きで締めくくられている。全、番組、お化けの九太郎の視聴層を引き継いだためか、第2回の視聴率は35.6%と、 高い数字を記録した。スタッフ主題歌、パーマン1号と2号が登場するもの。パーマン1号から4号までが登場するもの。都名構成で、僕らのパーマン2番が使用されているもの。パーマン1号と2号が飛行する映像で、僕らのパーマン1番が使用されているもの。1999年にビームエンタテインメントから発売された VHSLD。 東京ムービーアニメ主題歌大前週第1巻にはテロップ入りのエンディング B が放送用16ミリフィルムを元に収録されていたが DVD ボックスでのエンディング B はノンテロップ版のみの収録となっている最終回のみで使用された本編からつながる特別版エンディング曲は僕らのパーマン1番を使用各アリストは DVD では映像のみ収録 DVD 未収録は DVD に収録されているが映像や音声に問題あり放送局局名及び系列及び放送地域は当時のもの映像ソフト再放送本作の映像ソフトは長らく発売されることがなく稀にテレビの解雇番組で取り上げられる映像を除いては視聴困難な状況が続いていたドラキューパーマンは 1980年4月にドラえもんの特番で新映動画によりアニメ化された。原作は月刊コロコロコミック1979年8月号に掲載された作品。藤子 F がネームで絵は篠田秀夫の筆によるもの。ストーリーはドラえもん、お化けの九太郎、パーマン1号の3人がそれぞれの相棒であるのを帯びた翔太。 三つ夫のコピーロボットに愛想を尽かす。そして彼らは家出をして合流し、自活しようとする、というもの。カラーの二作目は、月刊コ,コロコロコミックや、学習雑誌などが、メインの連載であるために、年齢対象が若干下げられ、キー曲では15分1話の帯番組ということもあり、コメディ風味が強くなった。 タイトルコールは1号役のサンリンとブービー役の大竹が担当。最高視聴率は1984年3月11日放送の24.9%。このシリーズは先駆けて公開された劇場版パーマンバードマンがやってきたを実質的な第一回としており連続した内容になっている。この二度目のアニメ化の際に原作も同時にリニューアル連載され、 互いにリンクした、新設定が数々生まれた。また、藤子キャラ後参加として、ドラえもん、忍者ハットリくん、パーマンの頭文字を取り、ドラ派、パーなるキャッチフレーズが作られた。パーチャクおよび1982年に、同じテレビ朝日系で放映された、宇宙刑事ギャバンの変身コードである、乗着の文字、パワッチ、へこ。 などの独特な決め台詞が登場したのもこのシリーズの特徴である。キャラクターデザインが放送後期から若干修正され、パーマンマスクの目の縁がやや四角くなり、パーコの服装がしばしば変わるようになった。そして当時のラブコメディブームの波に乗ってか、一号とパーコの関係にスポットを当てたエピソードが増えていった。 1985年4月より、お化けの九太郎が、帯でスタートし、本作は、藤子藤尾アイドに枠移動。最終回は、パーコが一号に好意を抱いているということを、告白するエピソードで締めくくられたが、次の回からは、過去のリピート放送となった。この回は後に、人生が変わる一分間の、死にいい話でも取り上げられた。また、この第二作目では、 原作の最終回のエピソードが初めて特番枠で放送された。原作では一号本人がバード星へ旅立ったが、アニメ版ではバードマンが新たに用意したコピーロボットの一号がバード星へ旅立つという内容に変更されている。2003から2004年の映画公開に合わせ、2002年12月31日のもういくつ寝ると25周年 ドラえもんスペシャルでは、パーマンの宝物はなんだパーマンセットを大切にの再放送。2003年12月31日の、テレビ朝日開局45周年特別番組 TV も、映画も25周年大晦日だよ。全員集合。ドラえもんスペシャルでは、パーマン免許書き換え、パーコの何でも占いが再放映され、了解とも一号が、ゲスト出演している。 このシリーズはテレ朝チャンネルおよびギャオ、アベマ TV 家族、アニメチャンネルで視聴することができる。オープニングで音楽が菊池俊介とクレジットされているのは高島明彦の誤りである。1990年代にもテレビ朝日系列の一部新曲でも本放送扱いで放送されていた。2011年9月2日より初の 全528話収録となる DVD ボックス、全4巻が順次発売されている。余談だが、本番組の開始により、当時土曜18時から18時30分まで放送されていたスーパー戦隊シリーズの科学戦隊ダイナマンが5分短縮することを余儀なくされた。スタッフ各はスタッフ主題歌放送局、放送系列は放送当時、 放送日時は個別に出展が掲示されてあるものを除き、1984年11月中旬から12月上旬、時点のものとする。なお、藤子藤尾ワイド内で放送された、パーマンについては、藤子藤尾ワイド放送局を参照。ドラえもんへのゲスト出演、ドラえもんでは前出の2002年、2003年の大晦日特番以外にも、幾度か、 ゲスト出演にしている。原作漫画では、ムード盛り上げ楽団登場。イメージガムで、劇中に連載、放送されている漫画アニメの主人公として、たびたび登場している1989年3月3日、放送。何でも空港において、パーマン1号、パーマン2号、パーマン3号が、1993年9月8日、放送。 ドラえもん僕の感謝の90分。夢の四次元バラエティでは1号が、1998年10月11日、放送、秋田一番。ドラえもん TV& 映画20周年。スーパースペシャル。では1号、2号、3号が、2003年2月21日、放送、どんなもん、大ドラえもん春一番。ゆきんことっぷスペシャル。では1号。 3号が2003年3月7日、放映、ドラえもん映画前夜祭り2003では1号がそれぞれ登場している。2008年7月18日放映、僕よりダメな奴が来たでは、のび太や静香と同じクラスに、小学生の三つ夫とすみれが、隣の赤同士で一瞬、モブキャラクターとして登場する場面がある。藤子、F。 藤尾生誕80周年記念として2013年9月13日放送、ドラえもん誕生日1時間スペシャルエピソード、真夜中の巨大ドラたぬきで、パーマン1号が、ゲスト出演した。みちこ、パーマン2号、窓エンも、劇中劇の人物として登場している。2014年8月1日放送、何でも、空港では、1989年に放送された。 時と同様に、パーマン1号、パーマン2号、パーマン3号が、第2作1期のアニメには登場しなかった、パーマン4号、バードマンと共に出演している。パーマンはこれまでに、映画ドラえもんの並作として5度映画化されている。以下の、バードマンがやってきた。から、忍者怪獣実報 VS ミラクルランまでは未だ、DVD 化されていない、パーマンバードマンがやってきた。 1983年3月12日公開、25分作品。本作では、三つ夫とバードマン、そしてパーマン2号との出会いが改めて描かれた。三つ子が、身の白金目的で誘拐され、三つ夫がパーマンとなって、三つ子を救出、誘拐犯を捕まえるという内容。この内容が、2作目のテレビシリーズへと引き継がれて、いくのも特徴である。脚本は、 藤子本人によって書かれた。監督、作画監督は、モノクロ版テレビアニメでも監督、作画監督を担当した、鈴木慎一で、アニメーション制作もモノクロ版同様スタジオゼロ。新設定ながら、モノクロ時代の雰囲気が、色濃く残る作品。同時上映は、ドラえもんのび太の海底液晶、忍者ハットリくん、人間ふるさと大作戦の巻。 忍者ハットリくんパーマン超能力ウォーズ1984年3月17日公開1984年から1985年には藤子藤尾原作による忍者ハットリくんとの共演も果たしたこのシリーズでのパーマンたちはどちらかというとハットリくんへのゲスト出演となっている同時上映はドラえもんのび太の魔界大冒険 忍者ハットリくん、パーマン忍者怪獣実報 VS ミラクルラン1985年3月16日、公開。忍者ハットリくん、パーマン超能力ウォーズに続く、ハットリくんとの共演第2弾。ハットリくんを中心に、物語が進み、前作同様ハットリくんへのゲスト出演となっている。同時上映は、ドラえもんのび太の宇宙小戦争。 2003年3月8日公開。ED 主題歌、君らしいママ CD は2003年3月1日発売上映時間32分。平成シリーズは、声優、主題歌などこそ、アニメ2作目をそのまま受け継いでいるが、街並みや設定が、時代に合わせて変更された。また本作を知らない子供たちに考慮し、再び、バードマンとの出会いから始まっている。 一瞬だけ伸びたが、亀を出演している。同時上映は、ドラえもん伸びたと不思議風使い。2011年から2012年10月2日まで、富士子 F、富士尾ミュージアム施設内にある F シアターで上映。ドラえもんの秘密道具でドラえもんと伸びたが、テレビの番組、パーマンの中に入るという内容。 2016年12月31日放送の大晦日だよ。ドラえもん1時間スペシャル。内で、ドラえもんパーマン危機一発のタイトルで地上波発放送した。パーマン側のキャストは第2作を踏襲している。ドラえもんとの共演が、他の藤子 F、藤尾作のアニメよりも数多く見受けられる。とりわけ登場回数が多いのは、 星のすみれの大人の姿である。およそ20代半ばから、スタンドバイミードラえモンに至っては、現在から19年後、ディナーショーを開催するようなベテラン女優の域に、達するまで、数多くのエピソードに登場している。2013年8月より、リクルートライフスタイルのクレジットカード、リクルートカードの CM として実写化。出演小役は、二宮慶太と、安藤美優。 アイレムより、パーマン円盤を取り返せ。パーマンパート2秘密結社、魔道弾を倒せ。の2タイトルが発売されている。機種はいずれもファミリーコンピュータ。アニメ第2期の放送中に同じくアニメ化されていた、他の富子作品が、それぞれのアニメが放送中であった1985年から1987年の間には、ファミコンソフト化を果たしていたのに比べると、 本作のファミコン化はだいぶ遅く、その発売日は、本放送もすでに終了した1990年12月14日であった。また、2003年に稼働したアーケードゲーム、ポップンミュージック10、および2004年11月18日に発売された、同作のプレイステーションに多い職版に、主題歌、キてよパーマンが収録された。 既存の音源ではなく、新たに制作された音源を使用し、原曲と同じく、三輪の勝絵本人が歌っている。ありがとうございます。